茨城県行方市から来ました18歳の愛理です。今日は短い間ですが、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日朝結構雨降ってたんですけど、ちょっと向かってる途中に太陽が出てきて、すごい、すごいなと思って今日は来たんですけど、今日は本当に楽しみに来ました。ありがとうございます。最初にちょっとご紹介させていただきます。今現在真ん中で配信を行っているんですけど、携帯のアプリでショールームという名前で調べていただければ、愛理と調べていただければこの顔が出ると思うので、皆さんぜひ、チェックお願いします。それでは1曲目は自衛隊の方に向けた応援歌となっております。レンジャーという曲を歌わせていただきたいと思います。
たせていただきました。ありがとうございます。続いて2曲目は常総市で起こった水害被害に送られたの時に送られた曲となっております。この町暮らしてる
とうございました。続いては手島葵さんの明日への手紙という曲なんですけど、ちょっと準備があるのでちょっとお待ちください。ありがとうございます。遠流路という曲を歌わせていただきたいと思います。先ほども言わせていただいたんですけど、ショールームというアプリで配信を行っているので、毎週月曜日と木曜日の夜8時から最近は9時まで配信しているので、ぜひ、遊びに来てください。ありがとうございます。それとあと YouTube をやっていまして、秋葉ドームという、名前でお世話になっている方が秋葉さんだって、その秋葉を取って秋葉ドームという名前でやらせていただいています。そうですね、秋葉ドームという、やつがの、YouTube が載っていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。続いての曲はエンデューロという曲を歌わせていただきたいと思います。最後の曲となってしまいますか。よろしくお願いします。自分が好きなのは
これで私のステージは時間が来てしまったので、終わりになります。この後もたくさんアイドルの方たちやすごいたくさんの方が出演されますので、ぜひ楽しみに待っててください。ありがとうございました。アイリでした。ありがとうございます。ありがとうございます。